アルファロメオ 184T は、アルファロメオが開発したフォーミュラワンカー。1984年と1985年に使用された。184T は、マリオトレンティーノが設計した最初の車両であった。ベネトンがスポンサーとなり、車体は緑色にカラーリングされた。184T は V81.5 リッターターボエンジンを搭載し、 1700回転で 680HP を発揮した。1984年に11ポイントを獲得した。ベストリザルトは1984年、イタリアグランプリでのリカルド・パトレーゼの3位、入賞であった。チームメイトのエディ・チーバーは3位を走行していたものの、燃料切れで9位となった。184T のリタイアリ由ーの大半は、エンジントラブルもしくは燃料切れであった。 チームは1985年に 184T に変えて 185T を投入したが、185T には競争力がないことが判明し、再び 184T が使用された。1985年のレギュレーションに適合するように、変更されたマシンは 184TB と呼ばれた。ありがとうございます。